まあその都度その都度何を見たか分かんないんだけどみんな逃げ出すんだよ怖い怖い言うてねだから霊感がない人しか勤めらんない話しますえー、っとですねまあアルバイトの話しようかなと思ってるんですけど アルバイトってねなんかいろんななんか雑誌や何やらで見たりとかしてまあ応募したりとかまあただ店舗とかでね張り紙貼ってそれ見たりとかするんでしょうけど中にはね変わったアルバイトっていうのがあってそれっていうのが霊感があると勤められないアルバイトっていうのがあるんですよね。さっき言ったようになんかその雑誌やら何やら載ってるわけではなくこれっていうのはもう人伝いでないと、まあ、入ることができないんですよ。 何かっていうと、まあ、電車でですね人をドーンと跳ねてしまってそれがねふーっと行って一旦置いておく、まあえー、っと車庫みたいなのがあるんですよね。でそこで跳ねてしまった場所はありますからそこが破損してないかなんやらかんやらとか見たりだとかあときちっとね意外とお払いとかもするんですよ。でそこがある。でそそののの車庫っていうのがあるんですけどそのね 取り鉄やらなんやらっていうそういうまあ電車好きなコーラーがですね、あのー、まあ通常ではない状態じゃないですかへこんでるとかいろんなのが、ままあ、人のね血とかがついてるっていうのがだから通常じゃないからって言ってフェンスぐーっとのもう登ってきて中入ってきて写真撮ったりとかするっていうんですよだからそれを見張るための警備員っていうのがあるんですよ都内のね ある場所で,でそれっていうのがぐるーっとその車庫回るんですよぐるーっと回ってる時にもうほんまに何人もいや何十人も1日2日でやめとんですよね。それっていうのが例を見る まあまあそれやったら多分もしかしたらその日給なんでね日給安いんかって思いきやそうでもなく12時イン朝の5時帰れる5時間ですよほんでまあ1周20分ぐらいなんですけどそれを3回回るだけあとはまあ何しててもいいんですよ3回回るってことは20分かける3なんで1時間ですよね5時間待機で1時間ぐるっと回るだけで2万円もらえるんですよ なんで辞めんのっていうね。やっぱそれっていうのが相当強烈なものを見たんやなぁと思うんですよ。霊感がある人っていうのがそれを見ちゃうから、だから霊感がない人しか勤めらんないよっていうものなんですよね。で、僕はあの駅員さん、知り合いがいまして、その人経由でその話を知りまして、ほなそこに勤めさせてくださいって言ったんですよ。でも僕ずっと長く続ける気はなかったんで、一個お願いがあると。 ハイセ君も何か見た、見てない関係なく、もうやめよって思った瞬間におかしくなったふりをしてくれって言われたんですよ。普通に僕の紹介で入ってやめられると僕も罰が悪いんだよね。これから仕事を続けなきゃいけないから。だからどっかでおかしなふりして抜けてほしいんだよねって言われて、ああ、上がれました大丈夫ですよ。じゃあそういうふうにしますねって。まあまあまあ、面接受かんないとまだダメなんだけどねって言われて。 で言われた場所に行くで行ってみたらまあおばあちゃん70代のおばあちゃんがいてその人が面接してくれるんですよの時にほんまに驚いたんですけど聞かれるんですよ「君は霊感ある?」いやあ僕はないですいや 霊感があるとね、いろんなものを見ちゃうみたいでみんな逃げちゃうの。だからね、霊感がない人間しかね、うちは勤めらんないのよ。マジやんと思って。話聞いていこうと思って。すみません、あの、入る前にいろいろ話していきたいんですけど、何を見てみんな逃げ出すんですかやっぱりね、ドーンと跳ね上げてしまう、引き殺してしまうから分かんないんだけれども、まあ、行く道中を教えるんだけれども、 肉片を見たりするんだよね。すっごく臭くなる。臭くなってなんやろと思ってふっと周り見たら、まあ車輪のあたりで肉片を見るなんていう人がいたりとか、真っ暗なんだよ。真っ暗な電車の中をね、タッ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 って黒い影が走っているのを見る。っていう人もいる。まあその都度その都度何を見たかわかんないんだけどみんな逃げ出すんだよ。怖い怖い言うてね。だから霊感がない人しか勤めらんない。霊感ないんだよね。人もいないからお願いするよって。 その日から、勤められたんですよ。で、僕も警備服来て、で、回るんですけど、その前に、何人ぐらいここ勤められてるんですかって言ったら、実はね、私みたいなおばあちゃんと、もう一人おじいちゃんしかいないのよ。若い人はね、感受性豊かなんかみんな怖がって逃げ出すんだよね。あ、そうなんですか。でもね、このね、 もう一人いるおじいちゃんってのは癖んなのよ。多分その人がね、いろいろ言って辞めさせてるんじゃないかなって思うんだよ。どんな人なんですかあのね、うん、70、80なのに、まだ自分は10代の時に甲子園に2回出たって話をするす。多分それしか自慢がないんだよ。かわいそうな人だよって,言って。その人が多分ね、文句いろいろ言うんだよね。 自分が入れなくなるから、若い人が回った方がいいに決まってるからね。だから多分そうだと思うんだよねって言われた。あ,あ、ほんまですか。ほら、も、ま、うあなたでよかったですわ。僕二人組組めて。って、そうそうそうなんだよ。じゃあ回ろうかって言って、最初、まあ、ええとね、12時、10時ぐらい帰ったのか最初は。10時ぐらいから面接から入って、で、警備服着て12時に1回目回ったんですよね。で、ぐるーっと回る。その時に、やっぱりね、 怖いですよ。何があったかどうかわからないんだけれども、光も何もついてない電車がトンとあって、そこをぐるっと回るんだけれども、怖い。あの、何があったかわかんないですけどね。本当ただただそこに置いてるだけかもしんない、止まってるだけかもしんないんだけれど、っ真っ暗なの見たことないから、やっぱりなんかここ、おるように感じるなーって、僕はもう例なんて見たことないし、見えないんですけれども、感じちゃう。 暗い中で、あ、ここここ、ここをね、なんもないんだけれども、ここダッダッダッとね、黒い影が走ったっていうんだよ。それで逃げ出したっていう。怖いよね、そんなこと。私は見たことないんだけどね。でぐるーっと回る。そしたら、あの、車輪とかがもう見えるね。ほんまあ、多分見たことないと思うんですけど、その、ホームから降りて、砂利やらなんやら敷いてるとこ歩くんですよ。ザッ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 。初めての経験ですよね。そこ歩いてる時に、ここもここもね、ほら、車輪ってね、 こう横から見ると錆びてるんだよ。錆びてるとこも怖いよね。ここでね、鼻をね、ぐっと押さえるんだよ、若い奴らは。ぐっと押さえてね、肉片が散らばってるのを見て、うわーって言って大声で逃げ出しちゃう。ここも一個ポイントだよね。あ、ここで、あ、でも僕は何も感じないですよね。あ、霊感がないからだね。そりゃよかった。続けられそうだ。って言って、一周して20分。何もなかったんですよ。ああ、よかった。 何もななもかったなでももう一周ぐらいしたいなと思って次が2時か3時ぐらいにもういっぺん回るんですよ。で2時3時ぐらいにまたいっぺん回ろうかーって言って警備服ね、ま、寒かったんで上着着てで、2人でぐるーっと回ってる時に僕ずっとカメラで撮ってたんですよ実はこうねでもおばあちゃん目悪いからあのねーって振り返って僕のカメラ見てるのに気づかないんですよね目悪いからラッキーやなーと思ってずっとこうやって回しててその時にこの おじいちゃんは確かになんか甲子園やなんやらとかやかましいって言うけどこのおばあちゃんはどうしてこんな夜中から朝まで働いてるんやろうと思って気になってそのスポットというよりはおばあちゃん気になるなと思って でも、あの、まるまるさんは、どうしてここで働いてるんですか家近いんですかって言ったら、いや、家遠いのどこどこでねいや結構遠いじゃないですか。1時間いや、もっとかかりますよねって言ったら、あかかるかかる。だけどね、お金が必要なのよね。ここね、もう,もう3週するだけでお金2万もらえるでしょだからいいから抜けられなくってね。お金いるって、借金とかしてるんですかって言ったら、ああ、違う。私ね、あの、休みの日は、ペットショップ行って、 フェレット好きだからフェレット買って逃がすっていう作業をしてるのこいつも行かれもんかなと思っていやおじいだけやと思ったらおばあもおかしいぞこいつっておじいの方は50年60年も前から出た甲子園の話しておばあはおばあで金貯めてフェレットをペットショップから買うて逃がしとるかなこいつら2人行かれとるこれ多分霊とかじゃなくって おじいおばあ悪いに違うかと思って、まあ、そんな話聞けたからもうそろそろ逃げ時やなと思っておばあちゃんが、まあ、歩いてる時に前を「うーっ」つって演技してふっておばあちゃん見て「あっこの子もか!」みたいな感じで遠くから見てるんですよね僕を「うーっくさいくさいくさいなんかうわ見えますすいません僕無理みたい」って言って「うわーっ」て走っていってやっぱ僕真面目なんで。 ちゃんと服脱いで、畳んで、ロッカーに振ってしまって、ロッカーの鍵をちゃんとかけて、ロックして、で、ふーっと出るんですよ。出る時も勝手に入られちゃダメだからって言って、なんかね、その、その施設のロックキーがあるんですよね。ガラ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 ーって門を閉めて、ロッカクカチャ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 ってして、わーって逃げ出したんですよ。そしたら後で僕に紹介してくれた人がいて、その人が、から注意受けて、君、 霊怖がってない、霊見えてないんじゃないかって話題になってるよ。なんでですかって言ったら、君は綺麗すぎた。多分、霊見えてる人、霊見えて逃げ出した人っていうのは、あんなきちっと畳んで鍵閉めて逃げないんだよね。君は真面目すぎた。今むちゃくちゃいじめられてるらしいです、その人。